西高穴に応募は、中国の河南省安陽市安陽県安、豊里西高穴村に位置する五冠末期の墓である。2009年12月27日、河南省文物局によりその発見が公表され、五冠末の献身、曹操の墓であると認定された。曹操高良とも称される。2010年6月11日、国家文物局により2009年度全国 大公古心発見に選定された。西高穴村墓は2007年12月に洞窟に、愛、2008年秋に洞窟団が摘発されて、画像石などの遺物が押収された。同年11月、河南省文物局は地下文物の保護のために緊急発掘を行うことを決定し、国家文物局の認可を得た。 同年12月6日より、河南省文物考古研究所による発掘が開始された。2009年4月、発見された2基の墓に1号墓、2号墓と番号が振られた。同年11月、河南省文物考古研究所は、専門家を招聘して、発掘成果について協議した。同年12月、西高穴子館大墓発掘専門家論紹介が開かれ、 討論の末に、西高穴二号墓の母子は、早々であろうと結論された。二号墓の墓層平面は、高技型を提示、スロープ状の墓道を持つ多室線質墓である。西から東向きで、方向は110度。墓道、墓門、用道、前室、後室及び4つの側室からなる。墓道の長さは39.5メートル、幅は9.8メートル。 最深部は約15メートルの深さがある。墓格地平面は定型で、墓室の面積は約380平方メートル。墓の総面積は約736平方メートル。全室は方形で四角水上の天井を持ち、平面長方形の南北側室がある。高室平面も方形で四角水上の天井を持っている。 平面長方形の南北側室があり、ドーム状の天井を持つ。側室は皆赤門で封じられていた。二号墓の墓室からは三人分の遺骨と三組の管材が発見されており、遺骨の内訳は男性一人と女性二人である。男性の頭骨は前室の全部から出土し、中国社会科学院考古研究所の大名機の 官邸では60歳前後あるいは60歳以上である。一人の女性の頭骨はあと、南側室付近から出土し、官邸では50歳あるいは50歳以上である。もう一人の女性の頭骨はあと、北側室付近から出土し、官邸では20歳から25歳である。女性二人には出産経験の痕跡が認められる。二号母の副葬品は男性用のものが主であり、 母子は男性であると考えられる。2018年には、河南省文物考古研究院によってこの両母が、曹操のものであると、ほぼ断定されており、改めて60歳前後の男性の遺骨は、曹操のもので、女性二人の遺骨は、弁皇后の遺骨、竜夫人の遺骨だと推測されることも報じられている。西高穴二王母の発見の公表以来、曹操母認定の根拠について、 他方面から質疑が寄せられ、河南省文物考古研究所は2009年12月31日に、早々だか両高校発見説明会を開き、質疑に回答した。しかし以後も、会議的な議論はやまず、様々な遺説が唱えられている。炎斎季、女兵薫、キブリクモ、リムチヒラ、ゲイカタロク、リュウ,ウといった一部の研究者が、 早々母認定に会議的な説を唱えている。また一部に、過去厚し母常林母石虎墓、全貧母とみなす諸説が存在している。これらの諸説はメディアやインターネットを賑わせたが、学会での主流とはならず、2010年4月に中国新幹史研究会と中国疑心南北朝史学会は、愛用で合同会議を開き、西高穴に応募が、 早々高みささぎであることは確実と結論した。出土遺物は復元されたものも含めて約400点。他よろい孔、鉄刀、鉄剣、矢尻、鉄橋、鉄橋イノシシ剣、金貝、壺、板、缶、自敗、三足器、豆、腕、尺、漆木器、金紙、福部尺、河原大敗、昇敗、河原別位、河原古式、河原半半、河原坂だる、 瓦原釜、雲母編、目の玉、玉手、翡翠玉、真珠、玉系など、ありがとうございます。